ございます。次は東岡崎に止まります。ドアが開きます。ご注意ください。ドアが開きます。ご注意ください。少し少ないか。で、豊田市方面行かせた。19時20分、まあまあすぐ来るな。どこ？2番線乗り場ね。はいはいはい、はい。どうなってんだ。こっちから入って、市駅は、こっちは、木田吉田になったら、あっちの方行けるか。こっちか。さなげない。これでこのままさなげまで行っちゃうけど、こんな構造になっとんねん。よし、なんか回転の位置がすごいんだ。あ、もう電車止まってるやん。よし、猿投げるで、さなげね。これでさなげるまで行きましょう。よし。わー、めっちゃ濃いっぱいだったな。豊田市方面の普通、さなげ行きです。三河地流、三河八橋、若林、竹村、東の順に止まります。電車は以上で。あっちでもやってね、同じ三河線と完全にホームも分かれてますからね。向こうの一番下、キラキラのこちらでもね。よし、行きましょう。着いた、さなげですね。で、来た列車がそのまま折り返しておまたせになりますよという折り返し運転ですね。ちなみにこの駅にはないけど、なんか途中の駅にはなんかサルジャーが吸い込んでね、それで、なんか事故防止に使ってるのが昔からありますよね。川のこっちの方に線乗りは。で、金木駅は、この先、地面2線のね、長岡駅って感じですけど、この先にターミナルっぽいのはないんだな。あれ、古くやった。昔はこの先もずっと続いてましたからね。アスケって、足を助けるって書いてね、アスケっていうところまで。あれ、どこ行った。今はここが終点になってますけど、昔はこの先にずっとアスケっていうね、ところまで線路が伸びていて、運転してたんですけどね。もうそっちの方は廃止になりました。うちは大学生の時にちょうど廃止になったんですよね、確か。それぐらいの時期です。こっちは、まあ、でも車両基地になってますからね、いることあるのか。そう、さあ、ここでね、さらに行きますよ。結構綺麗なイルミネーションとかになってるんですね。で、この先、アスケの方面とかは、バスでね、行けるようになってますからね。昔有名だったのは、この先がね、電化工事はしてあったんですけど、利用客数が少なくて、電線ね、電気通しとくのがもったいないっていうんで、なんと電気を止めてディーゼル車を走らせるっていうね、独特の運用をしとって、で、しかも名鉄でね、ディーゼル車が走ってるところっていうのは非常に珍しいんで、それでね、有名だったところですよね。ちなみに紅葉で有名な高蘭系は結構ここから近いっちゃ近いんですけど、バスで30分ぐらいかな、あんのかな、バス。あ、こっから上州行けんの。へえ、あ、上州に行けるんだ。これはショートカットできるな。トヨタ厚生病院の方に行ったりいいな。
そう、案外ね、ここからそう、あのさなげからね、今度赤城に行こうとするとこうなっとするんでね、ちょっとですから、あれはどこだ、駅名が出てこね、梅壺で乗り換えるような形になるんですけど、あ、高覧券も行けるんですね、500円で行けるんだ、まあ便利は便利ですね、で、上水まで200円で行けるんだ、トヨタ厚生病院方面、21時22分まであるな、20時52分あるな、19時52分、あと1時間後ぐらいには来るな、まあ、最悪乗り遅れと21時22分に上水に行けるし、まあまあまあ結構便利ですね。ちなみに今20時ジャストぐらいですね。あ、これ平日か、土休日は20時52分になくなっちゃうらしいね。まあでもそう、上水駅まで行けたらいいのはいいんですよね。で上水がね、結構最昔はね、もう本当に何もないところだったけど良くなりましたからね。上水に行ったら温泉もあるな、龍泉寺の湯もあるしな、それも候補ではあるんですけどね。でどうせやったらね、もう最近ずっとね降りっぱなしだったんでね、もうこっから先ね、頑張って瀬戸の方までね、瀬戸線までね足を伸ばそうかとも思ったんですけど、あれね、宿を確認してみたらね、なんとね瀬戸の方本当に全然何もないぞ、満喫が全然ないのはねもう分かってたんですけど、ホテルのね一つぐらいあるだろうと思ったら全然ないってことなんですよね。で案外赤池日清あたりもないんで、で考えようによってはねあれなんですよ、豊田市はね意外とね宿が空いてるみたいなんですよ。まああのトヨタが休みですからね、おかげで私も今休めてるわけですから、結構的にねトヨタ市にあるビジネスホテルはそんなにどうも混んでないみたいなんで、ワンチャンそれはありだなっていうことですね。ちなみにトヨタ市はあの自動車街なんで、駅の近くに満喫とかはないです。一応あれがあるか、あの亜熱帯があるはずですけど、今日会場忘れたしな、私失敗した。あ、ちなみにね、この、ね、さなげのところザ・ローカルの駅な感じですけど、実はねあまり知られてないんですけど、ここにね私が日本一カオスじゃないかと思っているドン・キホーテあるんですよ。想像できますか、何を言っとんやと、もちろん特にどういう中や、まあコンビニはあるけどどこにドンキあるんやっていう感じがするじゃないですか。せっかくなんで、ね、そのドンキに行こうと思います。あの全然行ったことあるところなんでね、あ、渡っとこう、よし、もう場所もよく知ってるところです。ここはね大学時代というよりは、私がね、社会人になってからね、イボっていうところでね働いてた時期があるんですね、海津の方ですね。まあだからもうほんと大学のすぐ近くなんですけど、実際、お店もほぼほぼ大学の後輩の子でね、閉められてましたからね、あれなんですけど、そこで働いてた時によーす結構、お世話になったところですね。ショートカットで行きます。ちなみにこれが梅壺の駅ね、こんな感じで撮れます。こんな感じでこっち側にね電車の中置いてある、奥に入れてここからまた戻して注意にしてここにしまったりとかもできるんで、意外と広いのは広い駅ですね。でこっち歩いていくとね、よしよしよし、ただねちょっとね急がないといけないのがね、何せねドン・キホーテといえばね、皆さんどうですか、街中にあるね大きいお店で深夜までやっているね、この要素がね、なんとなくねイメージとしてドン・キホーテといえばそんなイメージじゃないですか。ただですね、今から行くところはですね営業時間が早く閉まっちゃうんですよ。9時には閉まっちゃうはずなんでねドン・キなのに、まあ、こんなところですからね、あれなんですけどね。ちなみにここがドン・キホーテのトヨタ店ですからね、そうそうそう、あのトヨタ市駅のね近く、上衣の方にもね、あれ山手の方だったっけ上衣だったっけ、イオンね、ジャスコ、トヨタのジャスコとかがある方面の近くにあるでっかいね、ザ・ドン・キホーテみたいなやつは、あれ実はトヨタ店じゃないんですよ。そう、
結構豊田市民の人でもね案外忘れられがちなんですけど、それよりもずっと前からね、実はこんなザ・ローカルな、ね、あの先なんてもう廃線になっちゃうよってなっちゃったよっていうぐらいの、ローカルの末端のところに実はあるんですよね。営業してるだろうな、大丈夫だろうな。あそこがあの閉店しましたって言われても何も驚きませんからね。まあまあでもね、これあたりは多分やってると思うんだけどな。で確かマックもあったはずだし、今だったらそこでマック食ってもいいし、まあ一足赤い池まで足を伸ばして、でもプライムツリーのフードコートはもう言うてしまっちゃうはずなんですよね、その時間だと。赤い池行ったらね、でっかい、伊藤洋華堂がね作った大きいショッピングセンターがあるんですけど、あそこね、さすがにあそこと心の時間というと9時過ぎ、9時は余裕で回りますもんね。10時手前とかになっちゃいますから、今から行くとね、だと厳しいよな。ですので考え方によっちゃもうトヨタで一泊して、そのままね、朝一、朝の6時からやってるね優先寺の湯ってのがありますからね、あそこに行って、竹優先寺って、あ、でもね、そうすると宿が困るか、うん、ですね、女子の周りは宿がないですからね、まあ、何やかんやって、大学行っとった金山って、結構つい最近も、ちょろちょろって言ってますからね、そう、こう一回ね、動画を回そう、優先寺の湯から動画を長久手までも回したことがあったはずやけど、ちょっと、だいぶ昔の話ですからね、完全にすっかり忘れたおくらいにしてましたね、まあ、特に何も喋ってなかったですね。でしかも前が映せてなかったっていう致命的なあれがあったんで、さあなんて言っとったら、そう、ここよかった、営業してる。あのさっと行ったところに、ね、普通でかーくね、ドン・キホーテってなってるはずがおかしいですね。なんかこの海屋さんででっかいかも分かって、確かに一応ドン・キホーテとは、あ、一応ドン・キホーテとはなってますよね。うんうんうん、ここが何を隠すとドン・キホーテ豊田線なんですね。もうここから入っていい？これです。なんかえらい古びた感じの、でも一応あ化け物ではない、確かにドン・キホーテとなってますよね。これがですね、ドン・キホーテ豊田店なんですね。ね、見ても分かりますよね、そんなでかくもない、なんか奥なんてスーパーですからね、半分スーパーですからね、っていうすごいところで、まあ、よかった、まだ影響してたわ、よかった、それが確認できただけでも嬉しいですね。マックはし、マックで食ってもいいか、せっかくこっち来たし、久しぶりにここのマック寄っとくか、あれっていう感じですね。で中にこのお店ってスーパーとね入ってますよっていう感じですね。まあ、せっかくなんで、ちょっとなんか寄ってきましょうか。なんか買っとくか。